どうですか。 B でしょ。 B どう、 B、 どう考えても B なんじゃないのこれ。なんか迷うとこある、うん、フランチャイズチャンネル。広告優先なのか中身優先なのか。はい、これはこれだけじゃ何言ってるか分かんないと思うんですけど、実はこれ武田塾のオーナーから私にダイレクトでこの、はい、質問があって、こういうことなんですよ。読みますとね、フランチャイジーのあり方として竹村さんの考えを参考にしたいんで教えてくださいと。下記のような違いをどう評価されますか、本部としてってことなんですけど、ケース A、 ケース A は年間平均生徒数100名、広告費をかけているため受験相談数は多いものの入塾率は低く、しかも退塾率も高いと。ケース B、 年間平均生徒数100名、広告費よりむしろ受験相談のスキル向上、教務、講師原価にコストをかけているため受験相談数は少ないものの入塾率が高く退塾率も低いと。本部としてはロイヤリティは一緒ですと。これは本部としてはどう評価しますかと。生徒数は同じ、入ってくるロイヤリティも同じ、本部としては A と B、 これは同じなんですか、それとも AB どっちかがいいっていうのがありますかという話なんですけど、どうですか。 B でしょ。 B、どう考えても B なんじゃないのこれ。なんか迷うとこある、うん、でも聞いて A の方がいいとかいうことあんの、うん、と思う、と思うでしょ、と思うでしょう、うん、ところが、うん、これはね、竹村さん的にはあくまで武田塾の生徒数の集まりレベル、年間生徒数100名ならかなり上ですよね。このレベル、このレベルでこの議論だったら B の方が上ですというふうに僕は答えました、うんうん、地域で良い評判が醸成されそれが生徒応募集にまでつながっているからですと、うん、ただ現実的には A の方針と B の方針では A の方が生徒を集め多校舎展開していくということが FC では多いんですと、うん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 、で B の方針で A と同じ生徒数を集めるのはかなり難しいんですというふうに僕は答えました、うんうんうん、いい答えだね、うん、その通りだね。みんなね、あのね、B をしようとして失敗して50人なんだよ。そうなんですね。だからここはね、 B が正しいんですよ、うん、なんだけど B 難しいんですよ、うん、で B はですね、言い訳ができるんです、うん、A はこの字面だけ通るとですね、うん、それをやってたらこう評判が悪くなって、うん、なんか集まらなくなってっちゃうんじゃないかと思うかもしれないんですけど、うん、実は答申なんかはやっぱり A だったわけですよ、うん、なるほどね。 A と B 同じだよって言ったらじゃあ B 目指しますわっつって B で100人なんないから、うん、ダメだよね、うん、そうなんですね。だからそこは同じ100人になるんだったら B なんです、うん、でもその B のハードルはすごい高くて、うん、竹田塾がありますよね、実際小泉オーナーぐらいしかできないですよ、うん、だあれを今度はね、まあ名前出しちゃってますけど、小泉さんのやつを、うん、標準化すると、うん、これできないじゃないですか、うん、オーナー自らあれだけ校舎に入って、うん、もう人生についてまで話をして、うん、それをやってくださいって言ったらできない、うん、じゃあどこで折り合いをつけるんですかって話なんですよね、うん、これでも本当に重要なところで、僕はその小泉さんの話の方にもね、編集はしましたけども、うん、まあ、ラーメン屋の FC でダメになっちゃったみたいなの、うん、まあ昔話したよね、どさんこラーメンなんて、うん、作ったら全部味が違っちゃって、うんうん、どれがどれだか分かんない、どれがどさんこなんだか分かんない、うん、これはやっぱダメじゃないですか。教育だからそこまではいかないにしても、うん、それに近いことが起こってしまうっていう危機感も持ちながらやんないとダメなんですね、うん、だそこは難しいですよね。そうね、うん、でもそのさあちょっと話変わるかもしれないけど、うん、もう小泉オーナーの校舎、その立川校、うん、八王子校、多摩センター校に今、うん、いろんな人が見学に行ってるじゃん、うん、で小泉さんも忙しい中対応してくれてるけれども、うん、これってさ、あのフランチャイズだからあるんじゃないかなって思うんだよね。まあそうですね、それはその通りです、うん、っていう話をしたらもう一本いけるかな、もう一本取っていいですか、はい、はい